汽車の絵本によりトーマスと救援列車トップハムハット教は毎日駅に来ます。そしていつもトーマスにやあと声をかけてくれます。操車場には毎日違う貨車が来ます。トーマスはその貨車を正しい場所に運ばなければなりません。トーマスは一生懸命働きました。トップハムハット教はトーマスにとても優しいので、もっと役に立つ機関車になりたいと思ったのです。側線にはトーマスが見たことのない貨車がありました。小さな客車と平たい貨車にクレーンという変な形をしたものがついています。機関士が言いました。あれは救援列車というんだ。事故が起きた時、作業員があの客車に乗って、機関車がこの貨車を引っ張っていき線路を直したりする。あのクレーンで機関車とか客車とか重いものを持ち上げるんだよ。ある日、トーマスが操車場にいると、機関車の助けてという声が聞こえました。そして貨物列車がものすごいスピードで走ってきました。なんとそれはジェームスでした。ブレーキが火を吹いて煙と火花が両側から上がっています。貨車が僕を押すんだとジェームス。押せ押せと貨車は笑っています。かわいそうなジェームスは助けてと言いながら橋をくぐって去っていきました。トーマスはあの貨車たちめ懲らしめてやりたいよと言いました。信号所でベルが鳴り、駅員が走ってきました。ジェームスが脱線した、早く救援列車を出してくれ。トーマスが列車を連結し、作業員が客車に乗り込み出発です。トーマスは急げ急げと言いながら一生懸命走っていきました。貨車たちと来たらいたずらばっかりして、ジェームス大丈夫かな、トーマスは思いました。ジェームスと貨車は線路のカーブのところで脱線していました。ブレーキ車と後ろの方の貨車何台かは線路上にいましたが、前の方の貨車はぐちゃぐちゃになって壊れていました。牧場に乗り上げたジェームスを牛が見つめています。機関士と助手はジェームスが故障していないかあちこち調べました。大丈夫さジェームス、君のせいじゃない、古いブレーキだからいけないんだ、こんなのじゃダメだといつも言っていたのに。トーマスは救援列車を脇に止めました。そして壊れていない貨車を引いていきました。貨車たちはうなります。自分たちが悪いんじゃないか、トーマスは怒って言いました。貨車を片付けながら、その日の午後はずっと行ったり来たりして働きました。これでもう懲りただろう、トーマスが言うと、貨車たちはコリゴリコリゴリうめくようなきしむような声で言いました。事故の片付けが終わり、線路の修理が終わると、2つのクレーン車がジェームスを吊り上げ線路に戻しました。ジェームスは自分では動けなかったので、トーマスが機関庫まで引いていってあげました。トップハムハット卿は心配そうに彼らを待っていました。すべて聞いたぞ、よくやったな、本当に役に立つ機関車だ。ジェームスには新しいブレーキをつけてあげよう、ペンキも新しく塗ってやる。そしてトーマス、君には新しい視線を任せる。
本当ですか？トーマスは嬉しそうに言いました。トーマスは今までにないくらい嬉しくなりました。自分だけの視線を2台の客車を引いて誇らしげに行ったり来たりしました。分岐点でいつも他の機関車と話せるので寂しくはありません。エドワードとヘンリーにはよく会い、新しい話を聞きました。ゴードンはいつも急いでいて止まってくれません。でも小さなトーマスにポッポーと必ず声をかけてくれるので、お返しにトーマスもピッピーと答えるのでした。